回収 100% できないから。裁判に勝って、裁判にはまあ勝てると思うね。でも、無理なのよ。回収ができないの。つまり、勝った見返りがないの。うん。金額的なもんでね。金額的な勝った見返りがない。てかもう裁判費用がマイナスでしかない。うん。2000万本当に溶かした人なの。だからあれは親の金を溶かしただけで別に俺の金じゃないし、あともう別に2000万なんかないから。うん。わかる？あと別に FX に関しては、ね、増えるかもしんないからやってるだけで、100% 負けるものを、負けるっていうか裁判には勝っても、金額的にはだよ。金額的には 100% 負けるものに投資したいと思う。うん。野放しでいいのかよ。だからじゃあお前が払えよ !50 万、80万よ。お前が払ってくれたらやるよ。うん。やれって言ったとかじゃあ払えよじゃあ。うん。で、もし賠償金取れたら、俺全額出してくれた人に全額やるから。もし取れたらね。まあ無理だと思うけど。裁判には絶対勝てると思うけど、ただ絶対に、賠償金は取れないと思う。うん。そう思ったとかじゃあ払えやじゃあ。うん。そう言ったやつが払えよじゃあ。全額勝った金額あげるから。うん。まあただ回収、価値はするけど、絶対、回収はできんと思う。それでいいんだったら。うん。払う人いないでしょ？ねえ。払う人いないでしょ？ほら。やれやれって言ってお前ら払ってくんないじゃないか。ねえ。やれ、やるって言って払って、払うって人誰も、誰一人いないじゃん。お前さ、お前ら他人事だから言えんだよ、マジで。本当に。あんたらはね、他人事だから言えんの。本当に。50万から80万で痛いよ。いや、車買えるぜ、マジで。今の時代、80万だったら新車買えるからね、安いやつだったら。うん。あんださ、ね、誹謗中傷してくるおっさんのせいで、確実に金失うんだよ、50万から80万ぐらい。てか、50万でちょっときついかもね。もうちょっと多分行くんじゃない？うん、50万で多分相当安い弁護士使ってたからね。80ぐらいは見ておいた方がいいよ。一応余裕を持って。うん。まあ、70ぐらいあればいけそうな気がするけど、まあ一応余裕を持って80だとして、確実に80万失う。ね、あのおっさんが、しかも悪口言ってるおっさんのせいで80万自分が失うんだよ。お前耐えられるか、そんなの。